はい、今回はですね、アキネーターというアプリを紹介したいと思います。こちらのアプリはですね、思い浮かべたですね、人物を当てるというアプリになります。では実際にですね、想像しましたんでね、思い浮かべました。実際に質問に答えていきたいと思います。質問その1、女の子？いいえ。団体で踊る、いいえ。35歳以上、はい。音楽に関して、はい。50歳以上ですか、はい。バンド組んでることがある、いいえ。元アイドル、いいえ。演歌歌手、いいえ。歌手、はい。九州出身、はい。筋肉自慢、はい。長渕剛。ですね、見事に大当たりですね。大不安でですね。昔からよく歌を聴いていました。見事に大当たりですね。もう一つやってみますね。はい、思い浮かびました。女性ですか？いいえ。団体で歌って踊る？いいえ。ドラマ？いいえ。音楽に関連したら？いいえ。35歳以上？いいえ。本を書いた？いいえ。子供いますか？はい。個人的なあなたしたら？いいえ。現在50歳以上、いいえ、かな、いいえ。スポーツに関連がある、はい。一軍でヒットを打ったことはありますか、はい。巨人在籍、はい。移籍経験、はい。引退発表した、はい。一度でも逮捕歴、はい。清原和博、見事に大当たりです。今回はですね、アキネーターというアプリを使ってですね、思い浮かべた人物を当てるということでね、こちら、はい、1回目、長渕剛さんですね。私大ファンでよく聞いていました。続きましてね、清原和博さん、高校の時から大ファンでした。ということでね、今回アキネーターというアプリをですね、使っていました。説明概要欄にですね、リンク貼っときますので、もしね、気に入った方はですね、インストールしてみてはいかがでしょうか。最後までありがとうございます。失礼いたします。